これはうまそうな肉っすね。うわすごい。うん、いやこれはうまいわ。筋肉食堂舐めてたわ。はい、総合格闘家手塚弘之チャンネル始まりました。今日はですね、渋谷の筋肉食堂さんに来ております。筋肉食堂さんは聞いたことはあったんですけど初めてで、トレーニング後ということで楽しみにお腹を空かせてきたので早速行ってみたいと思います。いっぱいあるですね。日替わりマックスっていうのもある。ちゃんとタンパク質のグラム数まで書いてありますからね脂質と糖質と。やっぱこれトレーニングしてる人からしたらありがたいですか。いやー、こうやって確認できるのはすごいありがたいですよね。いや、しかし素晴らしいですね。バランスが PFC バランスっていうんですよ。プロテイン、ファット、カーボのバランスがこう素晴らしいものばっかり。新潟産コシヒカリ使ってますねこれは間違いないですね、米も。今日は、悩むんですけど、人気ナンバーワンの鶏もも肉と牛赤身ハンバーグにしたいと思います。どうでした試合を終えて。いやー、なんかいろいろあるんですけど、コロナになったんですよ、39度の熱出てやべえとやって、で病院行ったらコロナで、これやべえなと思って俺初めて診断でコロナって出てやべえなと思って、とりあえず寝てなんとか、まあ、試合まではほとんど練習もしなかったっす。いやー、これうまそうな肉っすね。桃じゃないか。結構量ありますね。結構確かにタンパク質量が高いだけあって、早速いただいちゃいたいと思います。いただきます。うん、め肉がすげえ柔らかいですね。え、これマジで鶏胸ですか。桃か。うまい。ニンニク醤油のかけちゃういや、これはうまいわ。筋肉食堂舐めてたわ。普通になんかファミレスとかよりうまいわ。さすがです。うん、米もうまい。うわ、肉汁がすごい。うん、ハンバーグもうまい。タンパク質は毎日どのくらい取られてるんですか。どうなんですかね。でも正直計算しないんですよね、僕も。なんかそこまでこだわったりとかはしてなくて、ただ朝昼晩で40ぐらい取ったとしたら3回 120g か、 40g ぐらい取るのかなって感じですかね。夜は肉ですね。昼間とかは納豆とか、練習終わる、完全に終わるまであんまりこう重いもの食っちゃうとあれ動きづらくなっちゃうんで、本当にタンパク質っていう肉を食うのは最後の夜だけですね。あと俺釣り好きなんで、釣りで渓流魚を食うっすね。でそれもいいタンパク質源になるんで。塚さん最近プライベートはどんな感じなんですか。休みの日は、日曜日は練習一応オフにしてるんですよ。一応はとりあえず家族時間にもう当てて、なるべくやっぱりもう練習ずっとしてるん で今回も試合終わったらやっぱ家族の元にすぐ帰りたい気持ちあるんですけど、やっぱ練習したくてちょっと嫁さんに練習していいちょこっとねつって言ってくれてたんですけど、そこでジョン・ジョーンズっていう USC のヘビー級王者の、まあ要は地上最強と
称されるようなファイターのセミナーがあるって聞いちゃって、どうしても出たいと思って、そしたら延泊しないといけなくてフライトも変えないといけないっつって、ちょっともう一回嫁に電話して、ちょっともうちょっといていいっつって、延泊して帰ってきたんで、ちょっとまあ本当家族には迷惑かけたんで、ちょっともうちょっと日曜日は家族時間にしっかり当てて、父親としての役割を果たしたいなと思いますね。まあ、家族時間か、まあ、趣味がやっぱアウトドアとかキャンプ、釣りとか登山とかなんで、本当自然の中で過ごす感じで、そろそろあの渓流釣りが解禁になるんですよ。今は禁漁なんですけど、冬なんで来月解禁になるんで、ちょっとまた岡田さんとかと釣りにも行こうかなと思って。普通にうまくてビビる、これは通うわ普通に。俺結構外食、はい、あのラーメン屋とか好きで、週5とかで行っちゃうんですよ。それでその体維持するのすごくないですか？びっくりされるんですね。結構その食事を食事を徹底してると思われがちなんで、でも週5、6とかラーメン食っちゃう、食っちゃうんですよ。こんなにコメコメ言ってるのに、好きすぎて、ま、食べるの好き。そうなんですよ、減量したくないから。あとまあ食ってないとそのやっぱり動けないしっていうのもありますけど、本当なんかラーメン好きなんですよね。もうよく地元によく行かれるラーメンがあるんですか？それとも？あ、それもありますね。でもなんかこれ食べたいから行こうみたいな遠征もある？あ、もちろんもちろん、やっぱそのまあ出稽古先だったり都内に来たらちょっと有名なところ足伸ばしてみたり、ラーメン屋も好き。最近ハマってるラーメンってあるんですか？最近どこだろう。最近食べて美味しかったところってあります？栃木県の吉川屋さんっていうところが大田原市かなにあって、そこ美味しいですね。白川ラーメンって言って、あ、聞いたことある、はい、結構どっちかっていうとあの佐野ラーメンとか、うんうんうん、白川ラーメンとかなんかその素朴な味じゃないけど、そのすげえがっつり系じゃない、うんうん、醤油ベースのね、そう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 、昔っぽい感じの、はい、ああいうのが俺結構好きで、飽きが来ないっていうか、うん、はい、まあでも二郎系みたいに背脂がいっぱい入ってるってわけじゃないし、うん、食べてもそんなに、そうですね、あれジャンルではないですね、はい、醤油の。あと宇都宮だと元町屋さんっていうのが横浜の家系の結構おすすめです。家系も結構好きでうまいんですよね、やっぱたまに。ごちそうさまでした。完食ということでね、めちゃめちゃ美味しかったっていうね。やっぱ筋肉食堂って結構イメージ的になんかすごいヘルシーなものがあって、で味付けも塩コショウだったりそんな感じで素朴な味というか、値段とかも高かったりするのかなと思ったら全然そんなことなくて、値段もリーズナブルで味もめちゃめちゃ美味しいし、これはもう通うっす、筋肉食堂。ぜひお近くにある方は行ってみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。